こんばんは、ウェイです。こんばんは、ウェイです。またやってきましたね。はい、元気ですか？うん、元気じゃないですよ。ストレス溜まってるよね、ウェイ。そう、最近ちょっと疲れたって感じします。なんかいい方法ありますか？なんか、スカッとしたいんだろうね。うん。ストレス発散の方ですか？うん、そうです。じゃ、高いところから飛び降りる。おー、いいですね。自殺じゃないでしょ。じゃないよ。そんなこと言ってどうするんですか？うん、例えば何？バンジージャンプとか？これやったことない。人生一回やってみたいと思ってるんですけど。スカイダイビングとか。うん、あ、いいね。どっちが好き？どっちがいい？私は両方やりましたけど、うん、スカイダイビングの方が楽しいです。そうですか？じゃあ、これでいいですか？連れて行ってください。私がやったのはオーストラリアの、うんうん、グレートバリアリーフという、あの、世界最大級のサンゴ礁の上から飛びました。いや、それ、ちょっと当てて、私は無理です。終わっちゃった、怖い、想像すると怖い。ね、プロペラ機で、はい、上空1万フィート。から飛びます。うん、で、はい、フリーホール1分間。うんうん。そっからパラシュート。いや、無理ですので、日本国内ではなんか。茨城です。茨城。あ、茨城がいいですね。はい。いや、一緒ですよ、飛ぶのは。どこでも。まあ、そうだけど、高さとか違うんじゃないですか。高さも一緒ですよ。そうですか。ただ、その無重力状態を私たちフリーホールで呼んでるんですよ。ああ、フリーホール。フリーホールが、長く体験したければ、はい、高いければ高いほど、うん、そのフリーホールを長く体感できます。ああ、そうですか。私、多分難しいかもしれないですね。怖いんですか？富士急は、ね、大丈夫だったんですよ。あの、全部乗れたんです。全然違うけどね。そう。だから他はちょっとね、わかんないですよね。いや、本当に、ストレス抜けますよ。うん、スカイダイビング。じゃあ行きましょう。本当に行った方がいいです。茨城でしょ？だって私行った時に、うん、飛んだ瞬、あの、はい、あの、ドア開いてるんですよ。上空で、はい。飛行機のドアが。うんうん、開きっぱなしで、もう全然ガタ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 って言って、いつ足滑らしても遅くない状態なんですよ。うんうん、そうですか。そっから飛んだ瞬間に、はい、まあ、とりあえず死ぬかもしれないから、この地球を見ておこうみたいな。うんうん、そして、パラシュートを開いた瞬間、うわー、生きててよかったという。ほー、いいなー、私もやりたいです。ぜひぜひ、お願いします。うん、お願いします。はい。このファンファンは月曜日から金曜日の23時から23時半までの帯番組で、月曜日担当が私、ウェイウェイとアイウェイ。火曜日は、アカネさんとベストパフォーマーの皆さん。水曜日は、桐村麻里さんと井上由香さん。木曜日が、レノ・サトシさん。木村すばるさん。そして、金曜日は、池田彩さんと尾崎恵里さんでお送りする番組となっております。ぜひ、他の番組もチェックよろしくお願いします。はい。またこの番組は東京モノレール、羽田空港国際線ビル駅構内にある、エトプレスジャパンの認知度を向上させるための番組ともなっております。エトプレスジャパンというのは、羽田から世界へ日本の魅力を発信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。エトプレスジャパンで検索すると、ホームページから24時間10日を配信しております。また、定期的に日本の魅力を紹介するエトプレスマガジンというフリーペーパーも発刊しております。日本のみならず海外でも手に取れるように配布されておりますので、ぜひチェックしてみてください。ウェイウェイアイウェイのウェイアイウェイ、ウェイウェイとアイウェイのなんでもランキング。なんでもランキングですね。なんでもランキング、今日のランキングは何でしょう。そうですね、お酒。お酒の何のランキングですか？お酒のランキングします。ウェイウェイが大好きなお酒のランキングですか？うん、そうですね。はい。酒飲めます？少しだけです。そんなにすごく飲むわけじゃないんですけど、でも、一杯二杯ぐらいだと大丈夫ですよ。じゃあ、弱そうなお酒好きそうですね。いや、もう、わかってるんですね。はい、じゃあ。聞いていきますよ。うん、はい。それでは、第5位。ビール。ビールの言い方。
ビール。あのね、ビールは、最初はね、全然好きじゃなかったんですけど、最近は、ちょっとだけ好きになってるんですよ。はい。なぜでしょう？なぜだろう、わかんないですけど、最近ちょっと美味しいなと思うんですよね。麦とかで作られるんじゃないですか。はい。最初は麦の香りが好きじゃなかった。はい。そう。で、最近はちょっと好きになって、特に中国に帰るとき、チンガオビールとか。はい。そうそうそう。あと、地域の中国のビールとか、美味しいなと思うんですよね。雰囲気に合いますよね。なんか、ビール飲んでると、にぎやかな感じしますもんね。うん、そう、します。雰囲気で飲みます。ねえ、そうそうそう。うん、だから、第5位はビールですね。なるほど。はい。はい、それでは、第4位。梅酒。梅酒。うん。梅酒は、好きですよ。はい。ハイウェイは？梅酒甘いな、私。あ、そう。じゃあ、うん、アイウェイの方がレベル高いんですよね。私のレベルより。レベルというか、うん、甘いのちょっと基本的に苦手なんですよね。私甘いのは好きだからね。まあ、女子だからね。ね、でもアイウェイも女子じゃん。私、おっさんって呼ばれてます。<笑>4位は梅酒です。はい。はい。それでは、第3位。赤ワイン。おー、ワインですね。そう、ワイン。はい。で、なんで赤？まあ、白もいいんですけど、でも赤の方が甘みと、酸っぱみっていうの、うん、酸っぱい感じがあって、ワインの方がいいなと思う。赤ワインね。でもワインも奥深いからね。そう。すべてのメーカーによってまた味違ってくるし、そう何年醸造によっても、そう国によっても全く味違ってくるからね、うん。そう。違うんですけど、私は全然わかんないから、その辺はね。うん、飲んでいけばわかるよ。本当ですか？美味しいワインはとっても美味しいです。そうで、美味しいワインは甘くないです。あ、そうなんだ、はい。でも甘くなかったら私好きじゃなくなっちゃうかもしれないです。じゃあ多分それは、うん、甘いワインって呼んだ方がいいかもしれない。あ、そうですか。うん。はい、じゃあ甘い赤いワイン。ワインが好き。そう、好き。はい。はい。それでは、第2位。オレンジカクテル。オレンジのカクテル？うん。わあ、これまたいっぱいあるけど、オレンジ誰と混ざればカクテル？何？いろいろあるんですか？もちろん。何？オレンジとジンとか、オレンジとウォッカーとか、うん、オレンジとテキーラとか。そんなにある？もちろん。めちゃめちゃあります。私オレンジとワイン混ぜたら、うん、白ワインのミモザとかさ。そう？オレンジカクテルはめちゃめちゃありますよ。そうなんだ。じゃあ私飲んだのはオレンジ何のカクテルだろう？それはわからないですね。何？まあ、とりあえずオレンジを混ぜれば何でもいいってことですね。そうのカクテル。オレンジジュースね。そう。了解です。美味しいなと思います。はい。それでは、はい。堂々の第1位。ザクロサワ。どうしたんですか？コンビニで売ってるやつですか？でもザクロサワーってないんですよ、コンビニに。探してみたらザクロないもん。あります。ある？あります。そうですか。はい。じゃあ、ちょっと見てみないとね。ザクロサワー。これ居酒屋でしか飲んだことないんですけどね、ザクロサワー。女子が好きそうな感じですね。レベル低いよね。そんなことない。いいと思います。アルコール度数は6度は限界ですよ。一杯はね。まあ、要するに甘ければ結構好きってことですね。7度、9度とかだともう酔っ払っちゃう。わかりました。ってするって感じになっちゃうんです。あんま飲みすぎないように。うん、気をつけます。はい。はい。以上、ウェイウェイと、アイウェイの何でもランキングでした。はい、この番組では皆さんからの普通おたリクエストなどをお待ちしております。宛先はファクス、東京 03-5634-0792、東京03-5634-0792 E メールは info@792fm.com info@792fm.com 皆さんからのメッセージをお待ちしております。そしてですね、私たちファンファの番組問い合わせフォームもできております。番組のお問い合わせは fan-fun.com / 英語でリクエストで、お便りをお待ちしております。また、私たち、元祖、ファンファンの月曜日では、ウェイボーやフェイスブックでも適宜情報を発信していきますので、ぜひ聞いてみてください。私のふるさと中国や、アイウェイのふるさと台湾に対するお問い合わせなども待ってます。ウェイウェイ、アイウェイの、ウェイアイウェイ。ウェイウェイと、アイウェイの、Q&A。
ああ、なんかね、いろんな質問を持ってますよ、アイウェイに。本当ですか？答えてもらいたいなと思ってます。アイウェイ先生に。そう。いいですか？もちろん。何でも聞いてください。はい。でね、今日はね、アイウェイはすごくおしゃれな格好着てるじゃないですか。いつもおしゃれじゃないみたい。あ、今日は特におしゃれ。だって帽子もかぶってるし、なんか綺麗な、綺麗なっていうか可愛いおしゃれっていうの？おしゃれのコートも着てるし、うん、なんか色も揃ってるんじゃないですか。あ、うん、あとは耳も、ピアスでしょ？はい。そう、もうつけてるし。はい。なんか要するに、多くアイテムを使えばおしゃれだと思うタイプなんですね。その前にどうなんだろうなって、私はわからないから、これあのファッションとかに関してはちょっとアイウェイに聞きたいなと思ってますよ。おー、何、うん、何で悩んでるんですか ね、例えばアイウェイは今日あの帽子かぶってるんじゃないですか。はい。で、帽子っていうのはなんか選ぶときって、例えば私ですよね、どういう選んだ方が合うとか、あ、なんかあるんですか？まず、帽子というのは、洋服の色に合わせないと、あんまり入ってこないんですよ。そうですか。だから、同色系の帽子は私は常に選んでます。はい、例えば、今日はベージュがメインなので、はい、ベージュの帽子。ほうほうほう。で、秋ということで、オレンジ、ベージュ、はい、茶色を使ってます。はい、そうですか。夏ですと、野球キャップが多いです。はい、え、でもね、夏って暑いじゃないですか。汗出ないんですか？はい、汗出ますけど、うん、でもその、おしゃれだからというより、太陽が眩しい時ってやっぱ帽子かぶりますよね。かぶった方がいい、ね。かぶった方が全然大丈夫ですし。はいはい、で、まあ帽子の使い方もそれぞれなんですけれども、はい、やっぱり本当にその日の着た服に合わせないと、むやに帽子かぶっても似合わないし、うん、あと今日かぶってるのベレー帽なんですけれども、うんうん、ベレー帽。すごい可愛いです。ベレー帽も、もう丸だけじゃなくて、うん、形がいろいろありまして、ほうほう、で、自分に合う形っていうのは必ずしもありまして、で、うん、私のこだわりは大きいベレー帽なんですよ。頭をほとんど包み込むことができる。ほうほう。小さいベレー帽だと、ただに頭の上に乗ってるだけでガガになるんですよ。まあね、小さいんだと顔も大きくなるかも、見えるかもしれないっていうのもあるかもしれない、ね。そうですね。だからおしゃれというのは、うん、まあ本当に、まあおしゃれかどうかというのは、おしゃれというのは流れがあって、その季節、うんうん、季節の、その、まあファッションショーも、はい、例えば今年、うんうん、春、冬、秋冬ファッションとか、うんうん、絶対その、はい、流れは出てくるから、その流れを掴んだ中で自分のスタイルを確立していけば、うん、すごくおしゃれに見られると思いますよ。はい、そうですね。じゃあ、あと色に関してはどうですか？色は私チャレンジするのは好きなので、そうですか？もうほとんどの色は持ってます。だから私はこの色じゃないとダメってなくて。あ、ないんだ。じゃあいろんなチャレンジしてるんだ。いろんな、今日着たい服の色とかは別に分けてますし、そうか、あとなんだろうな、人とは、同じのそんなに好きじゃないので。うん、ああ、特別みたいな。ちょっと自分が。ちょっと変わってるような感じ、うん。でも今年の秋は、チェックですよ。うん、チェックって何？チェック。柄。あ、柄あれ。はい。チェック柄がすごい流行ってます。流行ってる？はい。毎年なんかね、流行るって感じしないですか？チェックですか？そう。そんなことないですよ。ないですか？そんなことないですよ。そっか。じゃあ私もね、ファッションに関して気をつけて頑張ってね、やらないとね。私いつも黒、白、好きで。はい。ほとんど黒、白みたいに。でも、青とか。いいんじゃないですか？それはウェーベイのスタイルだから。そうですか。白黒が好きな人は白黒ずっと着てればいいし。でも、アイウェイを見てて、やっぱりいろんな色の服とか持った方が、多分一番いいんですよね。私は最近、うん、男の子にこびるファッションをちょっとやってます。何？こびるって何？こびるファッションって。モテファッションです。あ、モテファッション。あんまり、今までは自分が着たい服だけを着てました。うん、モード系とかスポーツ系とか。でも最近はちょっとモテ、うんうん、異性にモテる系をちょっとやってみようかなと思ってます。うん、成功してるんでしょ？成功してるのかわからないんですけど、うん。成功してると思いますよ。メイクもそう。男の子こういう色好きとか、こういうピアス好きとか、結構大体決まってるんですよ。そうですか？その格好するとモテますよ。ペレーボンもモテファッションです。うん、はー、じゃあ私も買わなきゃね。ペレーボン被って、ロングスカート履いたらモテます。うん、そっか。
靴はどうですか？靴はブーツですね。ブーツか。秋冬だから。なんか最近はね、私すごくスニーカー系が好きになるようになってるんですよ。はい。でも、男子はみんな、ヒールが好きですよ。うん、あ、そう、うん、ああ、前はヒール私も好きだったけどね。今楽じゃん、はい、あの、そのスニーカーとかの方が。そうですね。そう。私はスニーカーしか履きませんけど。ねえ、そう。だから今日はね、イメージ違うなって。今日もスニーカーですよ。え、何？おしゃれな格好でもスニーカー？うん、全然。見てなかったですけど。合うときは合うよ、全然。その、絶対ここはヒールじゃないきゃダメなときはヒール履きます。はい、ああ、そっかそっか。はい。例えば、なんだろう。どっかパーティーに招待されたとか、うん、ファッションショーのアフターパーティーとかはちゃんとヒール履いてます。まあもちろんね。そういうときってやっぱりちゃんとのヒールじゃないと、ダメですよね。はい、おしゃれめんどくさいですね。ねまあめんどくさい分楽しいですよね。うん、そう、楽しいです。お金もかかります。まあそれそうですよね。そうですよね。そう。でもね、今年は頑張って、ちゃんとおしゃれな自分にもなりたいな、私すごく思ってるんですけどね。ああ、絶対なれるよ。そう、なる？なる？なりますか？なってくださいよ。じゃあ頑張ります。今度じゃあすごいアイテムいっぱい使ったファッション見せてくださいよ。うん、頑張ります。ピアスと帽子とブーツと。めんどくさいと思うんですよね。それ多分そんなやらないですよね。シンプルがいいなと思いますよ。没有丑女人、只有懒女人。懒女人ね。そう。ブーツ直ない人いなくて、要するに、あの、なんていうの？怠け者？怠ける女の人いるっていうことでしょ？そうそうそう。よく聞く。私も。はい。いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。はい、おしゃれ頑張ってください。はい。以上、ウェイウェイと、アイウェイの Q&A でした。ウェイウェイ、アイウェイの、ウェイアイウェイ。ウェイウェイと、アイウェイの、チャイニーズレッスン。今日何の中国語を勉強しますか？さっき話した、じゃあそのことわざを言います。ああ、さっきの、なんか、ブスの女人いなくて、怠ける女人しかいない。適当に言ってるでしょ。ちゃんと通訳しますね、私が。あ、はい。世の中には、ブスはいません。うん、はい、いるのは、怠けてる女しかいないです。うん、はい。だこれは、今すごい中国圏、まあ、台湾でも中国で流行ってる言葉で、うん、流行ってますね、世の中にはブスがいないんですよ。はい、でも事実でしょ。怠けたら、うん、ブスなのは、怠けた女だけがブスになるんですよ。そう。これも事実だと思います、ね。だから、怠けないことは大事なんですよ。うん、美に関して。そうですよね。はい、じゃあ、この中国語を教えますか？まず、はい。没有。うん。いない。まあ、ない、いないっていうのは、没有ですね。そう。没有。没有。うん。丑女人。うん。丑。丑。ブス。そうだよね。女人は女。うん。女人。没有。丑女人。うん。没有丑女人ですね。ブスの女はいません。うん。没有。只有。只有。うん、ただ。はい。何いる。懒女人。懒女人。懒は怠ける。うん。女人は女の人。うん。はい。もう一回お願いします。はい。只有懒女人。はい。ですね。じゃあもう一回リピートしますね。はい。没有丑女人，只有懒女人。嗯，没有，乃丑。嗯，不是。嗯，女人。是。女。不是な人はいませんよ。いませんね。はい。只有ただ懒、怠ける女人。嗯。女。はい。怠けてる女しかいませんよ。そうですね。要するに怠けなければ。うん。ずっと皆さんは美人ですよってこと。うん、そうですね。でもここでは、女人を男の人っていうのを変えることもできるんですよね。そうですね。うん、女人は女性、まあ女の人でしょ？はい。で、まあ男の人って男人。はい。ですね。これもね、もう一つ勉強になるんですよね。懒男人。そう。これもね、言えるでしょ？じゃあ、うん、世の中の男の人はみんな怠けなければみんなイケメンってことですね。うん、そうです。その通りですね。なるほど。はい。はい。そうすると、文章も一度勉強しましょう。はい。没有丑男人。ブスの男はいません。はい。只有懒男人。
いるのは怠けてる男だけです。うん、そうですね。でつまり男も怠けなければイケメンになれる。そうそうそう。すべての人類に言えるってことですね。うん、そうですね。男も女も、うん、怠けなければ、はい、美に対する、おしゃれに対する意識が高ければ、みんな、はい、美男美女。そうそう。になる。それウェイウェイに言いたいね。うん。私に言ってください。さっきからもう私はめんどくさいよ、めんどくさいよって言ってるからね。そう。本当にめんどくさいのは嫌ですよね。何がめんどくさいですか？例えば何もつけるとか。例えば帽子、あとは指輪、あとネックレス、ピアスとか。うん。全部こうやるとめんどくさいなと思う。だから、こう、一個だけとか、二個だけとかだったらいいですけど。うん。うん、そう。なるほど。うん。これも、ダメですよ。ね。いやいやいや、まあ、その時合う服装であげれば大丈夫です。大丈夫ですか？はい。わかりました。はい。ありがとうございます。はい。はい、以上、ウェイウェイと、アイウェイのチャイニーズレッスンでした。あ、今日もあっという間にお時間になってしまいましたね。そうですね。今日はおしゃれな話が多かったんですね。そうですね。止まらないでしょ？もっといっぱい喋りたいでしょ？私ですか？ファッションに関しては。説教したいです。あ、説教？私？いやいやいや。誰ですか？誰にですか？いや、なんか、前回、はい、説教する人嫌いって言ってたじゃん。言ってたんですよね。でも私も結構説教つくかもしれない。ああ、だから相手は絶対説教な人嫌だって思ってるんだ。でもほとんど説教してないんですよ。うん。なんでかっていうと、そうですね、説教は押し付けだと思ってるから。だって私とアイウィーと出会って、全然説教って知って、来たことないでしょ、うん、ただ私悩んだ時にいろいろ考えてくれたり解決してくれたりとか、うん、悩んでくれたりとかしてくれたんじゃないですか。そう、私偉くなったら説教するわ、うん、じゃあ。いや今でもじゃあ説教していいですよ。一回チャンスあげます。いやいいですよ。やめてよ。やめる、うん、わかりました。でもまあね、人生の中でお友達っていっぱいいるから、いろんな人いるじゃないですか。はい。はい。だから、たまに説教しなきゃって思えば、その友達に説教の話してもいいんじゃないですか？まあ、大切な友達だったら説教します。そう、絶対した方がいいと思います、ね。もう、なんか大切じゃない友達だと、説教しても嫌われるだけだから、うん、説教しないようにします。うん、でも私に説教していいですよ。話聞きますよ。あ、説教するとかあんまないから、大丈夫です。ないか。他に説教する人いるから。そういうこと。わかりました。じゃあ、アイリーは説教してくれないんで、逆に、楽しいところを連れて行ってください。わかりました。うん、スキューバダイビングはスカイダイビングしに行きましょう。そうそうそう、茨城でしょ？多分茨城とかに、いろんなとこにあると思うよ。東京の方にないってことですか？ググってみましょう、そういう時は。あ、ググって、あ、そうですね。おしゃれな言葉でね。わかりました。おしゃれか。おしゃれでしょ、すごく。ググってって。そうなの？うん、初めて聞きました。意味わかるけど。もうすごい面白いです、ウェブ、やっぱり。私が面白い。なんか、ちょっとタイムスリップしてきたような人にも思います。昔から。なんかこれ、私を褒めてるんじゃなくて、ちょっと考え方遅いって感じでしょ？ちょっと、これは、世の中遅れてるって感じでしょ？いや、なんかちょっと宇宙人チックだなって思うと結構あります。宇宙人じゃないよ、私は。本当ですか？うん。いや、それは知ってますよ。うん、なんかでもタイムスリップしてきたような人に思います。思いますね。でも、ちょっと、うん、あ、なんだろうな。うん。答えにいても、はい、おかしくない感じ。なんでそ、もういいや。はい。じゃあ、アイメイ、ここでもう一度お便りの宛先教えます。はい、教えます。教えます。はい、この番組では皆さんからの普通歌リクエストだとお待ちしております。はい。宛先はファクス東京 03-5634-0792。東京 03-5634-0792。 e メールは info@792fm.com info@792fm.com。 皆さんからのメッセージを頼りお待ちしております。お待ちしております。ということで、ファンファンマンデーウェイアイウェイ、お相手はウェイウェイとアイウェイでした。また来週もぜひ聞いてください。聞いてください。バイバイ。バイバイ。再见。